はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、リーグ戦からタウンホール12の動画、何本か見てみたいというふうに思うんですけども、お題はですね、テンプレ攻略道ですね。でよく皆さんね、こういう配置見かけるんじゃないかなというふうに思います。どうですかねこれ。簡単にちょっと絵にでも描いてみると、分かりやすいと思うんですよ。ここね、こんな風に火力の密集帯っていうのがあって、で、真ん中にね、イーグル砲がある。ギガテスラも真ん中に、この辺にこうありますよね。こんな風にね、あって、で、あとそれをね、傘で隠すように、こんな風に、防衛施設が並んでいるっていう、こんなような格好の配置ですよね。よく見かけるんじゃないかなっていう風に思うんですが、これですね、ユーロさんが完全にもう攻略の答えを作ってくれたんで、皆さん、ぜひね、見ておいて、見つけた瞬間にボコボコにね、全開してもらえたら嬉しいなというふうに思うのですけども、早速ねちょっとまず見てみたいというふうに思います。でまず1本目の動画っていうのは、これインフィノタワーがこうマルチになってるやつですね。マルチ、インフィノタワーの、この配置に対して、まずねクイヒーを、60方面から展開していきます。これはねどんな場合でも、共通する点ですね。で、マルチなので、今回はね、マルチに比較的強いユニットを持っていきます。何かっていうと、アイゴレとペッカですね。これを持っていきます。で、編成的には、外周を壊す用のコウモリも、入れていくという格好ですね。兵器はバスターになります。で、ユーロさん、今6時から食い火を展開していって、比較的ね、火力の低いところでこれ援軍が処理できちゃいますんで、きっちりね、ポイズンをかけて、処理をしていきます。ちょっと今ポイズンが遅れましたかね。レイジオだから扱っちゃったのか。ちょっとこれはレイジオを使わされた感じかもしれないですね。ただ逆にこういう風に呪文をね、ここで使ってしまっても取れるっていうのは、ユーロさんの、この配置に合ったね、プランニングがしっかりできていることを物語ってるんじゃないかなと思いますね。今の場所でもうクイーンがね、このまま時計回りに流れるということを、分かってすぐにですね、バスターを時計、8時方面から出して中に入れてきます。で、後ろからはしっかりとボーラーとペッカーを続かせるという形ですね。で、グランドウォーデも出して盤石の格好を作りながら、ボーラーをね、こう中心部にガガガッとこう入れていきます。で、中心部に入ったボーラーがギガテスラや、インフェノタワーっていうのをね、アーチャークイーンとあとこのヒーラーと重なりながらね、こう、壊していってくれて、で、中心部を削り切ったところら辺でコウモリをこうね、出していきます。今回は10時11時方面から出していきましたね。シングルインフェルノではないのでコウモリマルチにやられちゃいますからね。でそこはしっかりと、フリーズでカバーをしながら、コウモリを中心部のイーグル砲の中にも集めていって、で最終的には、3時方向に着地して、綺麗に全開と、いうところですね。ウィストが残ってしまいましたけども、そのターゲットをしっかりペッカがね、こう取ってくれるので、そこに関しては怖くないですね。ユニットも、ペッカこれ何体だろう、3体、4体生き残ってるのかな、全部生き残ってるのか、すごい残りましたよね。で、このままもうあとは、もう圧倒的な火力で掃除して、で、この配置をおしまいというところですね。で、マルチインフェノタワーに関しては、今言ったようにね、ボーラーとかペッカを入れることによって、だいぶ、ユニットを倒されずに破壊していける、その、相性ですよね。ここをしっかり意識して、ユニットをこうね、組んでいる。この、ね、ぜひね、ユニット編成覚えておいてほしいんですけども、使っているところが今回のね、まず1個目の、マルチ IT のバージョンにおいては、いい、その編成だったかなというふうに思いますね。で、2つ目です。今度はね、打って変わってシングルインフェルノに、なってくるんですけども、これかなですね。この、配置。同じような感じですよね。完全に。ただ、インフェルノタワーがこれはシングルになっているっていう点がちょっと違いますね。で、ここも、6時方面から食い火で、始めていきますので、ちょっとご覧ください。で、このね、ちょっと雑談挟むと、この配置の一つの特徴としては、割とね、ウィズ島っていうのが、上の傘部分にないんですよね。この傘部分っていうのは、この辺りね、この辺りに、ウィズ島があんまないんですよ。ウィズ島がそっちじゃなくて、こっちにこうね、固まっている、ケースっていうのは非常に多いので、リクバードでね、ここ全部こう壊しやすいんですよね。それもね、今回のこのバッドスラップ編成、上手にね、決めることができる、その配置の特徴っていう特徴かもしれないですね。
で、先ほどのような形で6時からしっかりね、アーチャークイーンを入れていきながら援軍を処理で、レイジをかけてね、もう援軍処理と、あとヒーロー処理ですね、ここをきっちりできる格好を作ってますね。相手のアーチャークイーンも処理してます。で、今回はアーチャークイーンがこれは、三地方面に流れるっていうふうに読んだんでしょうね。四地方面かな、ここは。からバスターを出して、後ろからね、ちょっとボーラーを少し加えて破壊を促進させながら、サイド活用かな、ボーラーは。で、主力の、ネクロマンスをここから出していきますね。まあ、ただ、これって、私ね、ちょっとあららっと思ったんですけど、だいぶ逸れちゃってますよね、ネクロマンサーが。なんですけども、ここで戻るのか。あ、戻りますね。よかったよかった。なんでかなと思っちゃった。すいません。しっかり自分でね、自分で全部見てから撮ったんですけども、あれと思ったら、ちゃんとネクロ帰ってきますね。で、クイーンはね、ちょっとやられてしまったんですけども、その代わり、しっかりネクヒーの形が出来上がって、シューのギガテスラクラクに向かっていってますね。で、そのままあとは、二次方面、一次方面から、コウモリを展開して、で、きっちりとね、中央のネクロがギガテスラまで破壊してくれるのを、横目に見ながらコウモリを回していくと、まあ、いう格好が出来上がっていますね。いや、本当にね、この攻め方、テンプレをここまで綺麗にね、壊せるかというぐらい、爽快にね、決まりますんで、まあ、ぜひぜひね、これは皆さん真似してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ここまではね、非常にいい成功例をこうご覧いただいたんですけども、ちょっとね、最後に1個だけ、ありがちな失敗例っていうのもね、皆さんにもお届けしたいなというふうに思います。まあ、これもちょっとね、最後、なんか、上げて上げて落とすような形で、ユーロさん、ごめんなさいなんですけども、ユーロさんの失敗動画、ちょっと1個だけね、上げさせてもらいたいというふうに思います。それが、こちらですね。相手のこの1戦目のね4番攻めたこれなんですよ。惜しくも 98%。 これね、実はかなり、やりがちな失敗が1個含まれてます。失敗ってでもごめんなさい、言うほどじゃないのかもしれないですね。失敗ではないかもしれないんですよ。ただもしかしたら不運だっただけかもしれないだけかもしれないんですけども、やっぱりそうなってしまうと、まあ確かに苦しくなるよねっていうのが見てもらうと分かると思います。まずはライドラでしっかりね、5時方面カットしながら、出てきた援軍に対してポイズンでね、ライドラでうまく処理できることを狙っていますね。で、今回の、もう、配置的には、しっかりこの4時方面、5時方面をね、カットしたりすれば、今もう発信してますけども、アチャクイがね、時計回り、9時方向にこう流れてくれる局面を作りやすいので、これはね、意図的にもう事故らないように、こういう風なサイドカットを入れてからクイーンを投入してますね。で、しっかりクイーンはもう予定通り、富士方面にこう流れて、で、サイドカット用のババキンとボーラーを出しながら、中央にね、突入するためのバスター、あと、ここからね、ネクロマンサーを展開していくっていうところだというふうに思います。ちょっとクイーンが危なかったですね。けど、まあ、全然、黒く残してるって大丈夫でしょう。ここまでは完璧ですね。ネクロマンサーもしっかり中に入って、もう、これは全開が見えてくるコースになっております。中心部にね、今、レイジもかけて、で、レイジヒーラーの状態を作りながら、中にこう入っていくんですけども、これでもう大体中央に打つ手っていうのは、グランドウォーデンのトームぐらいかな。このあたりでもう、こうね、トームを使って中央は全て終わりと。で、ここで、満を持してコウモリが登場ですね。相手のインフェルノ、12時方面のここもね、こうシングルになってるので、まあ、これもコウモリで壊しやすいんですが、なんでここまでやってね、全開取れなかったかっていうと、これなんですよね。これイーグルの着弾見てください。コウモリに着弾しちゃったんですよ。イーグルが見ました、今のところで。本来コウモリが焼かれるところでないところで全部こうコウモリがね、倒されてしまったっていうのが、まあ、今回のね、このユーロさんの攻めのちょっとね残念だったところですね。これはでもまあ残念というしかないですよね。コウモリがやっぱりこのバトスラップをやる上で非常に重要なユニットになってくるので、こいつらがねこうやられてしまうとどうしてもね後が続かなくなりますよね。ただまあそれでもしっかり98%まで伸ばせたっていうのはね、このユーロさんの相手のその配置のね特徴を捉えたボーラーで攻めるのか、ペッカボーラーかなで攻めるのか、ネクロで攻めるのか、そのユニットの使い分けだったり、あとは序盤の入り方っていうのは非常にね、この配置に刺さる、
やり方だったっていうのが、まあ、見て取れるし言えると思うんですけども、まあでもやっぱ強いて言うなればですよ、強いて言うなればなるべくね、このネクロマンサーだったりヒーローだったりボーラーっていうのが中央にあるイーグル砲をね壊してからコウモリを出すってことができれば、まあ、一番、まあ、理想的なんですけども、なかなかねそこまで伸びずに、まあ、この配置でいったらね、こっちからこうね、こういう風に、ちょっと見にくいかな、こういう風にね、ユニットが流れていってしまうケースがよくあるので、このイーグルがこう残っちゃうんですよね、ここが。残っちゃうってケースがあるので、まあ必ずしもね、それを待つのがいいとも言いにくいんですけども、まあね、この攻め方をする場合は、今言ったような、コウモリがイーグル砲にね、たげられてやられちゃうっていうリスクが、まああるということはね、一応理解の上で、まあ、テンプレ攻略編成ということで使ってもらえたら、嬉しいかなというふうに思います。はい。というところでね、よろしければ皆様、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにも、ぜひね、気軽に皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい。というところで本日は、この辺りで失礼いたします。バイバイ。